高須クリニックの高須克治院長が25日、ツイッターを更新。WHO、世界保健機関の事務局長に怒りをあらわにした。新型コロナウイルスについて、当初から危機感を訴え、ツイッターなどで連日、警戒を呼びかけ、対策を求めてきた高須氏。WHOのテドロス事務局長が24日の記者会見で、パンデミック、世界的大流行という言葉を使うのは、現時点ではまだ事実にそぐわないとしつつも、各国がパンデミックに向けた備えに集中する時だと対策の強化を促したという記事を引用。大したことない。騒ぐな。デマと戦うと偉そうに声明出し続けていたくせに、今更なんだよ。とどりの絵文字を用いながら、憤りを表現した。